伊予鉄道横河原の線。横河原線は、愛媛県松山市の松山市駅から、愛媛県東温市の横河原の駅までを結ぶ、伊予鉄道の鉄道路線である。松山東港に伸び、沿線には、四国第49番令状の浄土寺や、愛媛大学医学部附属病院などがある。全線にわたって、単線で多くの交換駅がある。起点の松山市駅で、 高浜線との直通運転を実施している。起点の松山市駅をした列車は南東へと進路を取り、松山市都心部を走る。都心部を抜けると、松山市を東西に走る、石手川を渡るが、その橋梁上には石手川公園駅が設置されており、これは全国的にも珍しい。石手川公園駅を過ぎると、それまでとは一転して、住宅街が広がり、 戸辺方面へ向かうバスの接続拠点となる伊予、立花駅に到着する。同駅からはかつて森松線という路線が分岐していた。伊予、立花駅を過ぎると直線区間が続き、次の福院寺駅までの区間は横河原の線内で最も駅間距離が長いということもあり列車は回送する。続く北久名駅で直線区間は終わり。 左手から見えてきた愛媛県道334号線小松街道と並走をして久米駅に至る。久米駅は伊予鉄道によって交通結節点とされており南側に広がる公共交通空白地帯とを結ぶ電車連絡バスが発着している。駅付近にある四国八十八箇所令場の西林寺を訪ねる際に利用できる。久米を出ても列車はそのまま 小松街道と並走をしながら、高野湖、平井と住宅街の中を進む。平井駅で小松街道に別れを告げ、小野川を渡ると、今度は愛媛県道209号線、さぬき街道と並走をして、本駅に到着する。この駅も久米駅と同じく交通結節点とされており、付近にある国立四国岩センターや大型商業施設などとを結ぶ。 電車連絡バスが運行されている。梅本を出ると、東温市に入り、佐抜街道と分かれるとすぐに、愛媛県営牛、淵団地の最寄り駅となる牛淵団地前駅に到着する。牛淵団地前駅と続く牛淵駅の周辺には、田園が広がるが、それもつかの間、旧重野の部長の中心部となる、田久保駅あたり,りから、再び住宅街の中へと入る。 東温市役所の最寄り駅である次の南ならでは、北東方向へと大きく、深度を変え、そのまま間医学部南口駅を過ぎると、終点の横河原の駅に達する。普通列車のみで、ほとんどの列車が高浜線と直通運転している。昼間時間帯で15分間隔の運転である。平日の朝のラッシュ時間帯は3から4両編成。平日日中及び、 日曜祝日は2から3両編成となる。ワンマム運転は行っていない。なお、毎年8月第1、または第2日曜日に行われる、松山港祭、り、水戸浜花火大会開催時は、松山市駅23時21分発まで終電が延長される。地元からの要望に応じて開業した。しかし沿線からの株式調達失敗。 兄弟路線といえる森松線の沿道融資による会社設立が難航という経緯を見ても横河原の森松両線の前途は多難が予想された。無論、採算がおぼつかない延心は株主の反発を招き、平井伸心は既存路線と新規路線の独立採算を提案することによってようやく株主の了解を得るに至った。つまり横河原の線の損失は 高浜線の利益で補填をしないという不思議な経営形態をとっていた。しかも株式までそれぞれの路線ごとに分かれ、当然その配当も別々という、同一会社とは思えない、さ作であった。主力路線の高浜線、群中線が早くに電化、高速化されたのに対し、横川原の森松の両線については1950年代、初頭の段階で電化するほどの需要規模ではなく、 将来性や費用代効果の観点で大規模な設備投資には問題があった。このような事情から戦後の石炭不足を何とか乗り切った両線では蒸気機関車、ボッチャン列車による運行が続いていた。しばらくすると燃料事情が変化して経由が安価に供給されるようになり、同時に石炭価格が急騰したことなどを受け、巨額の設備投資を要する電化ではなく、 内燃機関車、ディーゼルへの転換にいる近代化が検討されることとなり、1954年、昭和29年にディーゼル化された。道路の発達によって横河原の商業圏が松山に吸収されたこと、モータリゼーションによって利用者数が減少したことなどを受けて、1965年、昭和40年の森松線廃市に続いて、 横河原の線の平井横河原の間を廃止して、バス路線へ転換することが決定された。この決定を厳しく受け止めた沿線住民によって、存続運動が展開され、茂野部長も開発計画を立てて、伊予鉄道に対して、横河原の線の路線存続とで電化による利用促進という積極策に転換するよう強く求めた。翌年には、茂野部長長が会長となって、 横河原の線電化規制同盟会が組織され、横河原の線の電化達成への運動を開始した。同年9月、伊予鉄道本社前で千数百人規模にも上る町民大会を開催して、横河原の線の電化存続を訴えるなどの行動を起こしたほか、並行して利用者数の好転を図るための数々の施策、沿線への公的機関や県営団地誘致を実行するなどした。 伊予鉄道側も要望を踏まえて、電化工事についての検討を重ねた結果、人件費が減少するばかりか、利用者の増加を促し、世人の負託に応えることができるという結論に至り、路線の電化存続が決定する運びとなった。このような経緯を辿ったこともあり、伊予鉄道の他の鉄道路線に比べて電化が遅く、1960年代までディーゼル機関車が客車を牽引する姿が見られた。 その後、沿線の発展に伴って利用者数が激増し、高浜線、群中線と肩を並べる主力路線に成長することができた。これは廃線された森松線と対照的な結果になったと言える。全駅が愛媛県に所在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。